エドバルト・フォンシュタインでは、オーストリアの画家である、ウィーンで生まれた。父親は有名な版画家で、父親から学んだ後、ウィーン美術アカデミーで、キニンガーに学び、その後、ナザレ派に関わりあるレオポルト・クーペル・ウィーザーのスタジオで、学んだ。ナザレ派の画家、ヨハン・フリードリヒ・オーファーベック、フィリップ・ハイトから強い影響を受けた。1828年から1834年まで、 ローマに滞在した。ローマからウィーンに戻った後、フランクフルトに招かれて、ライネック城の装飾画を描くことになった。この仕事のために、ミュンヘンにペーター・フォン・コルネリウスを訪ね、装飾画の技法を学んだ。フランクフルトを中心に活動し、1850年にフランクフルトの美術学校の教授に任じられた。宗教的な題材の装飾画を多く描いたが、 宗教を題材としない多くの版画原画も描いた。ありがとうございます。